はい、えー。吉谷拓郎公式ブログの方からですね、お問い合わせいただきましたね。ありがとうございます。吉谷さん、いつも動画を、うん、見させていただいております。いつも有益な情報ありがとうございます。ありがとうございます。お聞きしたいことがあるのですが、Facebook や YouTube でリストを集める場合、メディアをどれだほどまで育ててからフリー戦略を行っていけばよいのでしょうか。事例なんですが、知り合いのブロガーさんがいて、Twitter のフォロワーが数千人いるのにもかかわらず、いいね数がゼロの方がいます。 こんな、こう世界不思議発見ですね。世界不思議ツイッター発見じゃないですか。すごいですね。逆に、逆にこれすごいですね。どうやったらゼロを叩き出せるのかっていう、これ数千人いるんでしょすげえな。こういった場合、いくらメディアを育ててもインプレッション率が悪いとフリースニアが行ってもリストが取りにくいのだと思いました。どうか吉谷さんのご意見等をお聞かせくださいと。 まあ僕はすいません。毎日フリー戦略してるので、いつの段階でフリー戦略すればいいのかっていう、い毎日フリー戦略やってます。毎日フリーコンテンツ作ってるんで。まあこれもフリー戦略ですから。だってこれは僕、お金、これお問い合わせただでやってるじゃないですか。お金取ってますサポート代取ってないっすよね。<laughs> これフリー戦略じゃないですか。<laughs> 毎日フリー戦略やってるんで、 いいいつやればいいかまあそういう話ではないと思うんですよね。まあリストを取りたいっていう話だと思うんですけど。うーん。どの段階で。どの段階で。<laughs> まあなんか基準が欲しいんでしょうね。なんか基準が欲しいんだと思いますけど。う ま、10人ぐらいでいいんじゃないですか <laughs>。じゃあ40にしましょう。すいません。もう適当ですけど <laughs>。40にしましょう。40にしましょう。これなんでじゃあ40が出てきたかっていうと、僕の熟成さんで40リストで300万上げた人がいるんですよ。僕ね、ドリームアカデミアは少ない数でも売り上げ上げようぜっていう教えてるので、まあ、僕も少ないですよね、数。で、40リストで300万上がってます。れ和れ、鷲さんっていう方なんですけど、 だから40ぐらいで撮ってみたらどうですか <laughs> そう、その、その、その、描くフリー戦略ですよねその。このフリー戦略の具体的な、なんか内容書いてないんでちょっとわかんないんですけど、いや、これもフリー戦略ですからね。僕からすると。てか全部フリー戦略ですから。僕の動画全部フリー戦略です。うん。ただ、その、 なんか商品を販売するときには、僕は、恨めるマガでしか販売してないので、恨めるマガに登録してくださいねって今やって、まあ、有料の商品を売るとき、な僕なんかは今あれですからね、有料の商品買いたいんだったら登録してねっていうことをやってるわけですよ。でそれで登録あります。もう一度言いますね。僕の場合は今、有料の商品を売ります。で、有料の商品は恨めるマガでしかやっていません。だから興味ある方は登録してくださいと。 これはフリー戦略ですか多分 CM ですよね。だけど、リスト登録あります。で、そのリスト登録っていうのは、買いたい人ですよね、もはや。ど、どうすか。で、じゃあなんでその、有料商品買いたい人はメルマが登録してねっていうだけで、リスト登録があるのかっていうと、常にこのフリー戦略をやっているからなんですよね。僕がこの常にこのフリー動画を作っていなかったら、 ないんですよ。いきなり有料売りますって言っても、その買わないですよね。あ、この人の言うことだったら、この人の商品だったらちょっと興味あるな、見てみたいなって思うから登録するわけじゃないですか。じゃあ、この人、あの人、そんな人っていうポジショニングですよね。それができてるからですよね。うん。まあまあまあ、その基準が欲しいと思いますので、40にし,しましょう。40で300万上がってるんで、ラインアット40で300万です。 多分これ普通の人あげられないんじゃないですかだから僕の教えっていうのは、まあ僕自身もそうなんですけど、普通じゃないコンバージョンなんで僕も。僕も普通じゃないコンバージョンなんで、前はね、その、あの広告かけたりとか、まあそのアフィリエーターさんに1リスト1000円とか2000円とか3000円配ってね、リスト集めたりとかしてましたけど、その時のコンバージョン率っていうのは2%とかね、3%とか4%の世界なんですよ。まあ1%とかね。 その世界でやってたんですけど、今はコンバージョン80、100のじ、そんな感じですね。<laughs> ありえないですね。<laughs> で、まあ、あのー、なんだ、リピート率50%とかね。なんか普通じゃない感じでやってます。うん、だからそれは僕が、ま、いろいろやってきて、まあ、できるだけ再現性を高めたやり方ですよね。で、再現性を高めたやり方って何かっていうと、そもそも最初アクセスみんな取れないんで、リストも取れないじゃないですか。 最初からその100万、なんだ、再生とか、まあ、1000リストとかね、1万リストとか、初心者が集められるわけないですよ。でも初心者でも、ちゃんと頑張ればあ、再生とかね、5再生とかね、集められるじゃないですか。<laughs> どうですか ?5 再生集められるでしょっていう。で、じゃあそっから関係性構築してどう売るのかっていうところもし、もう僕はやってますので、教えてますし。 なまあ、まあまあまあ再現性は高いんじゃないかなと僕は思いますけどね。だって、5再生とかね、2再生とか集められるでしょうと。10再生集められるでしょうと。でも多くの人は、た、吉田さん10再生じゃ稼げませんよって言ってるはずなわけなんですよ。そうじゃないですか。<laughs> いや、僕もね、100再生ぐらいでね、あの、ずっと5年ずっと稼いでるますから。<laughs> まあ、ほとんどの人は想像できないですよ、こんなのは。まあ、このやり方教えてないですし。 だから僕はまあ、まあ、それは分かりやすいようにね、ワンツー動画とかもう常にやってますけど、1再生に対して1フリー戦略です。1, 1、目の前のお客さんに対して1フリー戦略。ワンツー動画ですね。だから僕制約率もクソ高いんですよ。本当に。もう徹底的にそれやってるんで。で、僕のビジネスのコアはそこだと思ってるんで、まあ、数がね、これ、自己ってね、僕の再生数が1動画に対して、 なんだ平均。マジ平均5000とか1万。平均ですよ。1万とか回るんだったら、もう多分、あの、やらないと思います。てか、やれないと思います。多分、あの、無料プレゼントやったら多分すげえ来るんで、そう、まあ、平均1万ぐらい回ってるんだったらね。うん、多分無理ですもん。そう、それで逆にできない。うん。な感じですかね。はい。だ、大丈夫ですかね。なんか基準が欲しいと思いますので、数で40ぐらいで、 ま、10から40でいいんじゃないですかその、プレゼントかますっていうのが。で、それで、じゃあ、例えば、えー、っと、10アクセスに対して、40アクセスに対して、無料プレゼントを仕掛けました。コンバージョンどれぐらい、反応率どれぐらいだったのか。で、その反応率を見て、例えば、まあ、ちょっと分かりやすい数字にしますね。10、十だとするじゃないですか。10に対して無料プレゼントの企画をぶつけました。じゃあ、ここで反応率が、2人しか言えませんでした。 ということは20%ですよね。いや、これ50%、60%に上げられますから、別に。じゃあ、これを、じゃあ、これもう2つしかないですよ。10人を100%、制約率、そのコンバージョン、そのリスト登録、コンバージョンを高めるように濃くするのか、それとも数を増やすのかって。でも、数を増やしたとしても、ここで書いてある通り、1000人いてもいいね数が0みたいな。わかります要は、僕が結構教えてるのは、 いかにコンバージョンを高めるかっていう、ここが大事なんですよね。だから、数の理論ももちろんネット上はありますよ。数の理論もあるんだけども、コンバージョンがね、極端に少なかったら、こう、数集まっても意味ないですからね。で、何のためにやってんのかっていうと、売上げ作るためじゃないですか。じゃあ、1000リスト持ってます。2000リスト持ってます。売上げ上がってません。その1000リストいるっていう。 その1000リスト、2000リスト意味あるみたいな話じゃないですか。だか以前そのドリアカを僕募集してた時にね、お客さんでね、ラインアットが1000リストか、ラインアット1000リストいて、で、えー、50万しかマックス上げたことがありませんと。で、その僕のね、その鷲津さんのね、40リストで300万っていうね話を聞いてね、どういうことやねんと。俺1000リストしか、1000リストで50万マックス。でね、僕の熟成さん四40リストで300万。 どういうことみたいな。え、40? みたいな。<laughs> まあ、それでドリ,ドリアが入った人いますけど、ど,どうですかねその人は1000リストでマックス50万しか上げたことないんですよ。じゃあ1000リストいるのっていう。その1000リストになんか意味あんのみたいな。だから何のために売り上げ、何のためにやってんのかって話なんですよね。売り上げを上げるためじゃないですか。自分の売り上げ目標どれぐらいなのっていう話なんですよ。 だから、ぶっちゃけ言うと、1リストでも100万は稼げるんですよ。1リストでも300万稼げるんですよ。それ単価は300万の商品作ればいいわけじゃないですか。単価100万円の商品作って、コンバージョン100%出せれば100万だし、300万円の商品作ってね、コンバージョン100%だったら300万、はい、上がりなんですよ。そんなのは <laughs>。だから僕はね、コンバージョンがね、だと、単価に関してはこれ頑張れば自分で上げられるんで、こんな。 付加価値ね。どうやったら300万の商品作れるのかっていうのを考えて付加価値をつければ別にこんなの作れるんですよ。あと自分の価値を上げればね。商品価値なんかはいくらでも上げられます。これは。それは企業努力ですよ。価値を上げるのは自分の努力次第なんで、これいくらでも上げられますよ。いくらでも。あと勉強すればね。 ま、少なくても、じゃあ、初心者の人いるじゃないですか。じゃあ、自分が勉強代、今までその、稼ぐために勉強代500万払ってます。じゃあ、この人0円で、自己投資0円。こっち500万払ってます。もう、これだけでも、圧倒的な知識あるので、もう、これだけでも、だいぶ、付加価値になりますよね。よくノウハウコレクターなんですっていう人いますけど、いや、それを使えよ、と。ね <laughs>。そんだけ何百万も払ってるんだから、初心者とこの、こんだけ知識のウェートあるんだから、それ使えばええやん、と。それでも、付加価値になるじゃん、と。 で、別にちゃんと、なんだ、言えるじゃないですか。いや、あなた、今までいくら払ってきたんですか僕、1000万ぐらい、あの、ノウハウコレクターで払ってきましたと。それで気づいたことをあなたに教えますと。<laughs> だからあなたはノウハウコレクターになる可能性は非常に低いです。僕があなたの代わりにもうノウハウ,ノウ,ハウコレクターになってますからと。1000万払ってるんで、みたいな。で、それを自信を持って伝えられるか伝えられないかですよね。その知識を。うん。 だから自分が結果を出す。相手に結果を出させる。これ違うので。うん。でもみんなはよくね、自分は結果出てないんで、ノウハウコレクターなんで、いや、自信がありませんと。いやいやまあ確かにそうかもしれないけれども、その、教えるって結果を出さすと、自分が結果を出すのは違うので。うん。か僕よく言うのが、その、箱根駅伝のね、 監督、これ本も出てますけど、箱根駅伝の青山学院の先生がね、4, 4連覇させたんですよで。この青山学院4連覇させた先生っていうのが、もともとサラリーマンなんですよね。その駅伝とかそう,そういうそうういマラソン選手じゃないですよ。でも箱根駅伝ね、箱根駅伝知ってますよね、大丈夫ですよ。お正月でとかやると思うんですけど。 何の実績もないというか、その、なんかすごい人だったのかっていう関係ない人。でも、優勝させてるんですよ、4連覇。すごないですかいや、これでいいんですよ。これでいいと僕は思ってます。でも、人にとってはね、いや、吉田さん、自分にエビデンスがないと、自分に実績がないと、ダメなんですっていう人もいるんで、じゃあ、それを、じゃあ自分で実績作ってくださいって話です。だか僕からすると、 まあこれももうこの前のなんかドリアカの,その勉強会でも言いましたけど、言ったかな。別にその最初無料で教えるじゃないですか。自信がない。有料取れないんだったら、有料取れないんだったら無料で教えますよね。で無料で教えてエビデンス作ればいいんですよで。僕のコンサルを習った人はこんな結果が出ました。僕のコンサル、まあ、最初は無料でやればいいんですよ。でこんなエビデンス出ました。 お客さんの声、もう10個、20個でね、僕からの、僕のコンサル受けたら、こんな、5万円稼ぎました、10万円稼ぎました、30万円稼ぎ,円稼ぎました、3万円稼ぎました、三万円稼ぎました、四万。だからそれを武器にすればいいんですよ。で、ライザップもそうですよねって話です。ライザップのトレーナー、ライザップのトレーナーがね、すげえトレーナーだよっていう、その CM 出してるのかっていうと出してないんですよ。ライザップもお客さんの声で、ビフォーアフターで、 ライズアップに入るとこんな痩せましたっていうそのお客さんのビフォーアフターを武器にしてやってるわけですよ別にライズアップのトレーナー多分1回も出てないですよねあの CM にいやライズアップのトレーナーはすごい人がいてすごいなんちゃらなんちゃらみたいなトレーナーじゃないですよねお客さんのエビデンス痩せたビフォーアフターを CM に出してますよねって話ですよねうんまあ、ちょっと話横展開しすぎだったのでこの辺で終わっていいですかね <laughs> だ,だいぶ趣旨が変わってきてるので、この辺で大丈夫ですかね。まあ、とりあえず、まあ、10から40でかましていただければ、そこで大事なのはあ、コンバージョンを見るってことですね。で、そのコンバージョンを見て、自分が今、普段やっていることが、そこに、その結果とコンバージョンとして出るので、その10人の、10, 10人の、 そのアクセス、40ぐらいのアクセスに対して自分、自分がどのようにその囚われているのか、見られているのかっていうのがわかるわけじゃないですか。もしその40のアクセスが、いや、この人先生すごいなと思ってたら、そのすごい先生が無料プレゼントかましたら、もう絶対登録じゃないですか、そんな。マジっすか先生みたいな。でもそこで無料プレゼントオファーかましても全然反応ないってことは、その40、10のアクセスに対しても、 うん、なんだ何も思われてないっていうね。その関係性が全然よろしくないってことですよね。だから日々のフリーコンテンツがクソってことですよね。反応が出ないだから。うーん。まあまあ、10から40で1回テストして、フリー戦略を、そのねプレ、プレゼントやってもらって、そこのコンバージョンをまず見るってことですね。で、コンバージョンを見て、あの日々のフリーコンテンツ、コンテンツの改善。で、お客さんとのラポールの改善。 うん。まあ、あとは、まあ、全体とかボリュームの数を増やしていくっていうのはもちろん、まあ、必要ダンプも、もちろんあるんだけども。大丈夫ですかね。はい。まあ、ということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。